ほら、そこ行くと落ちるぞ。あり？キュウリだ、キュウリ。バイバイ。もう一回。バイバイ。キュウリだな、スイカだ。あーあ。取れた。曲がってて面白いキュウリですね。うんうん。シシトウ。こんなもんだろう。もうちょっとです。もう残し。今日これがミョウガ。これミョウガです。かぼちゃ色やな、最近はかぼちゃの花。ああ。今頃かぼちゃの花咲いてるじゃないからね。あ、そう。聞く。ネギ。スイカ。これが枝豆だね、これ。枝豆だ。みんな有名な取っちゃったね。トマト。トマト。この木は渋柿、干し柿用ってことです。全然わからんですね。こうやって実際取れること自体が驚きです。枝豆です。枝豆だ。いろんなものがなってます。すべて収穫無農薬。こんなにも近くに無農薬で取れるところがあったと。実家です。うちの奥さんの実家です。ゴーヤ、うちゴーヤなかったな。ゴーヤのカーテンとかにすればいいんだ。これだ、これを買おう。アウトドア用品とかに置いてる。あ、これ、へえ。寿司屋でもよく炙りで使ってるよね。そうそう、こういうのね。はぁ、はぁ、なるほど。こうやって炙るんだ。うわ、すごそう。